皆さんこんにちは、ボンドチャンネルズチーパフォーマンスです。今回はボンド東京でカスタマイズした車両をご紹介したいと思います。紹介してくれるのはウッチーこと内山店長です。はい、よろしくお願いします。お願いします。また登場です。お願いします。今回またすごいのができた。はい、すごいのができましたすごいですね。もう車が AMG G63。 はい、はい、ちょっと今回はボンド初でもあるんだよね。いや、大阪作ってんだっけ。大阪店で1台やってます、ね、コンプリート。東京店では初めてですね、こちら関東初。はい、関東のちょっと車を紹介したいと思います、はい、でもう色がまずすごい、はい何色って言うんでしたっけ。グリーンですこの辺に入れといてください、ね、入れておきます、はい、この限定車。限定車ですね。はい、マニファクトゥーア、マヌファクトゥーアエディション。ちょっとこのマットの何とも形容しがたい、うん、はい、まあ、グリーンというかグレーというか、まあ、茶色というか、はい、もうベース車両がめちゃめちゃ目立ってる感じですけれども、はい、いいですね、それを今回、まあ、イギリスのチューナー、はい、アーバンオートモーティブでフルキット組ませていただきました、はいはい、でしかも今回は、まあ、結構ボンド東京で作る車は足元はちょっとアメタンにして、はい、そうですね、とかっていうアレンジがあるんですけど、よく今回はなんともうフルフルで、はい、全部外装チューナーコンプリートスタイルですねで仕上げてるみたいです、はい、ちょっと順番にいろいろ見ていきたいと思います、はい、どこから触れましょう。前回りから、まあ、そうですね、まずフロントバンパーがなんかここのダクトが種類があるらしくて、あ、そうなんだ、はい、なんか今まではこう真ん中のバンパーグリルみたいな形でこう、あ、こうフィンがこう、そうですね、フィンが何本かあったやつだったんですけど、こういったこうダクトになっているタイプがあるということで、まあ、今回ちょっとこっちの方にした方がまあ、すっきりしててかっこいいかなと思います。なるほど、はい、なんかちょっとこうハイパワーな車に、そうですね、似合う感じの、はい、63に似合う感じのバンパー形状で、はい、でこれはもうもちろんごっそり交換して、ごっそりフルバンパーでの交換ですね。なるほど、はい、ただ純正のなんか衣装をちょっと継承しててですね、はい、この辺のトリムはちょっと形状こそ違いますけど、そうですね、一応カーボンがついてたり、カバーもついてるので、またこのカーボンがすごいなんかね、折り目ももうビシッと揃ってるし、うん、これってドライカーボン。ドライカーボンです。なるほど。でこのグリルも全部そのカーボン、はい、ちょっと伝わるかどうかわかんないですけど、この複雑な形状が全部カーボンで、カーボンです。綾織りのこの全部目の揃ったカーボン、はい、でこの枠もそうだし、このリップも、そうですね、下側のリップも全部カーボンですね。なるほど。でこれリップもまたちょっと複雑な形状、この真ん中がへこんで、はい、意外と凝ったデザインで、作りも良くて、確かにちょっとフィッティングかなり良さそうです、はい、そんなのがついてて、で両脇にこのダクト、ダクトがなんか写真で見たときは多分塗り分けで残すのかなと思ってたら、ちゃんと別パーツで裏からそのカーボンのパネルがつくようになっていて、なんか意外としっかりしててびっくりしました、ね、当てるだけでなんか自然な塗り分けという風に見えちゃう、はい、ね。そして前回り、これはフロントグリルはグロスブラックで今回ペイントをしてます。パナメリカーナが塗られております。もともと限定車なのでナイトパッケージがついてたんです。ちょっとこう黒くはなってたんですけども、スモークブラッククローム風にはなったんですけれども、もうワントーン黒くなっちゃいました、黒くなっちゃいました。もうワントーンじゃなくて真っ黒に真っ黒になってるっていう感じで、はい、なるほど。じゃあこの縦が全部グロスで、そうですね、グロスブラックで、このスターマークもグロスブラックで塗ってます。なるほど、はい、でこの辺もしっかり、そうです、AMG もで、実はこのグリルの横の格子の部分もザラザラが嫌だということで、今回そのサテンブラックに全部塗ってます。この中も塗ってるの。塗ってます、ちょっとプラスチックの素地感が、そうですね、素地感をなくすために今回全部これを脂肪をボンドボディに取っていただいて、なるほど、はい、塗ってます。でこのヘッドライトのインナーが黒いのとかはもう最初から、そうですね、ちょっと引き締まった感じで、はい、そしてボンネットいきましょうか、はい、ボンネットがまたすごい形状に、こちらもまたアーバンの、これは純正に乗せるタイプの、そうですね、乗せるタイプになります。アドオンのパーツで、はい、でこれももちろんここカーボンなんですけど、はい、これこっちもカーボンで、カーボンなんですけど、ここ届いたら普通のマットブラックが届いてカーボンじゃないってなって慌てて本国に確認したら、カーボンも設定があるっていうことで、あ、なるほど、はい、輸入パーツあるある、速攻でエアで飛ばしましたそんなハプニングもありつつ、はい、すごいものが出来上がってます。あ、これ一応目はボンネットのダクトは、はい、なってます。こういう向きで、なるほど、意外とこんなところも塗ってます。ああ、はい、ザラザラ、ここね、結構、はい、素地のまんまだと、そうですね、
ちょっと、まあ、チープな感じというか、はい、なのでここも全部サテンブラックで絞ってもらってやってます。でまたこれフィッティングがすごい、すごいですね。物がいいのかボンドボディがすごいのかはちょっとわからないですけど、かなりバッチリついております。だからもうパッと見なんかちょっとボンネット交換した風に見えちゃうぐらい、違和感なくついてるから。で正面にこのダクト風のデザインで、まあ、網張って裏側に当ててやってあると、ゴミ入らないようになってます。でこのベンツのマークもしっかりグロスブラックでベンツされてる、はい、一応メッキパーツはグロスブラックにというテーマで、なるほど、はい、今回完全に消し込んでる感じで、はい、で横に回ってくると、これは今回ワイドにはなってなってます。あ、なってる、はい、なるほど。じゃあもうバンパー自体もこのワイドな、左右で6センチぐらい確かなって、6センチ8センチ結構なって、そんなに、はい、そうするともう この部分カーボンどころ、ね、多分ちょうどこの内ぐらいのカーボンの部分。あ、なるほど。これがでも言われないとわからないぐらいこう自然な形状でつながってるん で、あからさまなオーバーフェンダーじゃないっていうのは確かにちょっと上品でかっこいいですよね。ちょっとここカーボンで別色に見えるんで、はい、なおさらなんかちょっとあんまりこうワイドワイドしてないというか、はい、今回はボディがマットカラーなのでカーボンパーツは全部グロスにして重たくなりすぎないように。あ、なるほど、はい、マット同士にしちゃうんじゃなくて、はい、ですね、あえてちょっとグロスのカーボンで上品さが出るようにカーボンパーツは全部グロスで仕上げてます。ちょっとこのボディカラーで上品さっていうのが、いやもうそこがやっぱりこうバランスですよね。なるほどそして今回ホイールが、はい、このアーバンのホイールが、そうですね、アーバンとポッセのあのコラボのホイール、これはボッセが作ってるの。そうですね。あ、そうなんだ。 UV1 という、でもなんかちょっとボッセ感を感じる、はい、この細いスポークと複雑な形状とちょっとこの根茎部具合が、あのワイドボディ用に作ってるホイールなので、まあ、この根茎部もすごいことになってますし、オフセットがマイナスです。ものすごくマイナスです。だからスペーサー入ってない、入ってないです。結構マンソリーでもブラバスでもスペーサーとセットですけど、ね、はい、ただ本国の言ってるサイズよりも結構出してます。あ、なるほど、はい、あ、オーダーができる。そうです。あ、なるほど、そんなスペシャルな、はい、でサイズ的には2953024です。あ、24インチで、はい、まあ、やっぱりワイドボディなんで24インチぐらいあった方が足元はこうしっかりしてバランスいいかなと思うんですけど、すごくバランスがいい感じに確かに見えます、はい、そしてローダウン自体はしてます。ダウンスプリング IID のバカ売れ中のまあ非常にちょうどいい感じで、はい、そうですね、はい、ローダウンもされてます、はい、そして横そのままいきましょうか、はい、で本当であったらこのステップの部分もまあ、流れで言ったらグロスブラックを持ってくる、来なくちゃいけないと思うんですけど、やっぱりカーボンパーツのこのサイドのパネルとかもつくんで、今度逆にグロスブラックにしちゃったらちょっとテカテカしすぎて、あ、逆にそこだけは今回ちょっとルールをもう無視してメリハリを出すために、はい、ちょっと絶妙な、その方が多分カーボンが目立つと思うので。確かに、はい、ちょっとグロスだと一体感が出ちゃうというか、出すぎちゃうというか、はい、そんな感じですけど。でまたすごいのがこのサイドステップのこのカバーもアーバンのキットに含まれてます。なるほど、なんかもうカーボンの骨組みのサイドステップに見えるというか、ね、そしてミラーだったりこのドアノブなんかも、はい、なんと塗ってあるという、塗ってあります。素地じゃない、ザラザラしてないです。スベスベしますね、これだから触った瞬間にあれ違うって気がつく、そんな仕様になってると、はい、これでもこのわずかな違いのために塗るって割と贅沢ただこれミラーカバーももともと何色だったか覚えてないです。黒だったのかな、黒だったのを、ボディカラーじゃないんだ、同色でボディカラーに塗ってます。またこの半ツヤ感をこの再現してるのがすごいよね、はい、まあ、あんまり言うと自画自賛になっちゃうけど、はい、ボンドボディマットの車ってこう修理もそうだし後付けでエアロつけたりするのもなかなか多分難しいと思うんですけど、はい、今回本当によく仕上がってるというか、でまたこの絶妙な違いですけどしっかり塗ることで全体的なバランスがすごく出てる、はい、細かいところで言うとこういう AMG の
え、ロゴなんかも、いや、ここはスモークフィルムでちょっとこうトーンダウンさせて、どうしても中を黒くすることができないんで、そこだけはちょっとフィルムで。確かにそこシルバーとかメッキだとちょっと目立っちゃう、はい、なるほど、そんなところもしっかり手が入ってると、はい、そしてここにちらっと見えるのはそうですね、ステップ電動のサイトステップが今オフになってますね、オフになってますね、はい、出ました、はい、はい、電動のサイドステップがですね、ここもシルバーだったんでラッピングで、あ、なるほど、はい、黒くしその辺もしっかり色を合わせて、はい、で今回は63でこのサイド出しのマフラーなんで、はい、短いタイプのショートタイプのステップがついてると、はい、でこれは特にそのアーバンとかっていうわけじゃないんで、ただこのステップも純正のステップ用なんで、アーバンのこのパネルがついちゃうと、そういうこと、はい、位置がこうもっと下にかさ増しして加工してステップ自体を下に下げてるんです、はい、で本来ポン付けできないのを加工して、加工してこのアーバンのサイドこのしっかりクリアランスが取れるようにして取り付けしてる、はい、ます、なるほど、そんなスペシャルな加工をしてるみたいです、はい、そしてその隣に見えるのがこちらもアーバンオートモーティブのマフラーですね、これはリアピースだけ交換な感じ、そうですね、リアマフラーで純正バルブも移植できるので、車内のマフラーの切り替えスイッチで連動するようになってます、なるほど、はい、でさっき音、まあ、ちょっとこの後も聞いてみますけど、また音がすごいもうこうお腹に響くというか超重低音が出てていいと思いますけどね、ちょっとこれも後で聞いてみたいと思います、はい、そして後ろに行くと後ろも同様にアーバンボッセ製のホイールが装着されてて、はい、ちょっと前のところで通り過ぎちゃいましたけど、ブレーキもしっかり、はい、キャリパーもちゃんと塗ってアーバンのロゴを入れて、やっぱりブレーキ触るとちょっとコンプリート感が、そうですね、コンプリート感が出るのでまとまりが一気に良くなる感じですね、はい、しかしこれすごいコンケーブですね、これすごいよね、これどのくらい入ってる、すごい20センチは言い過ぎだけど多分10センチ以上こう入ってますね、入ってる感じで、これまたちょっとこう、ね、力強さがかっこいいですね、アップしております。そしてリアのフェンダーだったりも、まあ、フロント同様に、はい、この端っこがカーボンを出して、まあ、自然にバンパーで消えていく感じ、はい、そしてダクトにつながってて、こっちもフロント同様に、そうですね、裏からパネルになってます、別パースで、はい、カーボンが裏からしてある。そしてこのここは ABCD D ピラーの、はい、このカバーもなんと塗ってるという、ちょっとすごい面積がでかいところは全部塗ってますね、本当に今回好きなくやってますね。そしてリアに行くと、リアのこのバンパーの衣装もちょっとフロントにこう共通性を持たせた感じで、やっぱり種類がありまして、そのフィンになっているタイプとこういう網になっているタイプがあるので、まあフロント同様網のタイプにして、で下にもちゃんとこうフロントみたいなカーボンパーツがついて、ちょっとだけこうディフューザー形状というかフィンになってますね、けどちょっとなんかオフロードのこのアンダーガードみたいな雰囲気もありつつ、ちょっと絶妙な感じになっております。実はこのリフレクターなんかも真っ赤だったんですけれども、スモークフィルムでちょっとトーンダウンさせてあまり目立たないようにしてます。あ、ここそうです、あ、なるほど。そして背面タイヤはここがそのままです。あ、はい、これそのままなんだ。やっぱりもともとオブディシアンブラックになっているので、まあやっぱりメッキはグロスっていうルールのまま後ろが来てるんで、そのままグロスのままにしてます。ここもここはノーマ純正ですね。でスターマークだけはグロスブラックに塗ってます。だもう本当に自然に溶け込みすぎてて、そうです、ね、どこが触ったのか触ってないのかわからない、はいはい、でエンブレムなんかは今回全部取っちゃって、取っちゃいました、すっきりな仕様に、はい、でリアのこの辺もしっかり塗ってあったりとか、はい、なんかもう本当にコンプリートカーっていうのにふさわしい、非常にまとまりのある外観になってます。細かい部分も手が入っているので抜かりない仕様だと思います。はい、じゃあ続いて内装、はい、今回特に内装はカスタマイズはしてないってことなんです。特にそうですね、ですけれどもちょっと限定車でちょっとかっこいい内装になってるんで、はい、ちょっと中も見てみたいと思います、
ていうかその前に、はい、あんまり興奮しすぎて通り過ぎちゃったんだけど、この車なんとド新車ということで、はい、ド新車です。まだお客様乗られてないですね。にもかかわらずこんなカスタマイズしちゃうっていう、はい、そして中がまたかっこいい。ご覧ください、これ全体的に真っ黒かと思いきや、黒とグレーの、ツートンカラーなんですね、シートが。これめちゃめちゃかっこいいね、はい、ちょっとこうもう今日暗いんでなかなかこの違いが分かりづらいかもしれないですけど、ちょっと絶妙なグレー、チタニウムグレーブラックっていう内装ですね。でダッシュボードだったりシートのこの座面背もたれ、はい、あとはこのドアパネルの内側だったりこの辺が渋い、かっこいいですよね。なんかもう大人なセレクトです。ステッチもなんかこうグレードも入ってて確かに。でまたいいのがこのウッド、いいですね、カーボンじゃなくてカーボンじゃないっていうのが、ちょっとこのオープンフィニッシュのちょっと木目が分かりづらい、はい、ちょっとなんか家具みたいな、家具っぽい、高級家具っぽい、おしゃれ。これなんかもう内装ちょっといじったりしなくてももう十分かっこいいですよね。なんか外装と合ってるし、はい、ちょっとこのカスタマイズの内装としてもなんかすごく、そうですね、なんかちょっといじった風に見えるというか、はい、なんだったらもうなんかちょっと背もたれとかヘッドレストにちょっとアーバンって入ってるぐらいで、うん、なんか内装もコンプリートにしたのかなっていうぐらい、うん、そのぐらいなんかちょっとまとまりがあって、そうですね、スタイリッシュな内装になってます。いいですか、ちょっと待って、ちょっとじゃあマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします、はい、もうお腹にこうズドドドンってくる感じの、はい、というわけで今回はボンド東京でカスタマイズさせていただいた MG-G63 をご紹介させていただいたんですけれども、ちょっと前回もあの別の動画で何新車ふかしとんねんってコメントしてますけど、あの全部お客様ご了承いただいた上でやってますんで、はい、ご理解くださいませ。はい、そしてアーバンゲレンデの他にもなんかいろいろ、レンジローバーだったりとかベントレーだったりいろいろな車アーバンオートモーティブからも出てますので、ぜひともこれからもっと日本でちょっとこうこれからなんかこう盛り上がりそうなそうな気はしますけどね、人気が出そうな気配がかなりあります、はい、そして動画の説明欄の方にあのリンク貼っときますんで、はい、ぜひチェックしてみてください。そしてゲレンデのカスタマイズは、はい、ぜひボンド東京にお任せくださいってことで、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。